ちは。こんにちは。杉坂さん、はい、キャンプが終わりました。まあ、はい。いやー、なんかいろいろチームでカラーがあって特徴がものすごく出たな、うん、今年特にそうでしたね。出たよ、はい、まあビッグボス、はいね、明るかったし、はい、で立浪、うんね、笑顔なんか見せるんじゃないぞみたいな。そうでした、言ってたけど、はい、楽しそうにやってる。まあキャンプだからっていうのもあるんです。その厳しさを打ち出しながら、はい、でもなんかこう楽しくやってるというね、うんうん、まあ、そこら辺のそのアンバランスさがすごく素敵に見えたし、はい、で DeNA の方はなんか目指してる野球、うん、そういうものをちゃんとこう頭に入れて練習試合オープン戦とかもね、はい、やりだしたし、まあ、巨人は落ち着いてるなっていう、まあ普段通りというかいつも通りですよ。ちょっと阪神が緩かったかなという、はい、なんか和気あいあいという感じなんですね。わいわいな、はい、そうです。まあ、胴上げまでしちゃってるからね。そうですね、早かったですけど、うん、まあね、はい、だからまあいろんなその顔を持ったキャンプの中で、うん、はい、いるなあ、いい選手が、期待できる選手が。伊藤さん、確かキャンプ始まったワンクール目ぐらい終わったあたりで、はい、こういういい選手たちいたよっていう動画を撮ったと思うんですけど、まあ撮ったけどさ、はい、昨年よりはちょっと厳しいかなって思ってたんだよね、はい、まあルーキーに関してはね、うん、だけどルーキーを経て1年、うん、2年経つとなんか一皮も二皮も向けてきたなっていうさ、まあそういう期待のできる、はい、まあ、選手をちょっとピックアップしてみたけどね。じゃあちょっとキャンプ終わりで豊さんの目に留まった選手たちを、はい、まずはセリーグ今日は、はいはい、これ順位不動でいくからね。あ、もうあのチーム順位関係なくですね。まあいや、まあヤクルト優勝したんだから、まあヤクルトから言ってくれよっていうファンもいるかもわからないけど、うん、はい、もう話の流れで、うんうんうん、まあ、ちょっとピックアップしていったから。そうですね、うん、まあ、大体どこがトップかっていうのは大体みんな分かってると思う、ね、そうです。どこでしょうか。ジャイアンツだね。もう最近もう巨人おじさん。巨人おじさんでいいじゃない。全然いいですよ、ね、俺小さい時巨人ファンなんだもん。王さんとか長嶋さ ん、 ですもん、ね、そうそうそう、で巨人の星とか見て育った口だからさ。そうですよ。なので巨人から今日も行きましょう。まあ、こう、はい、さあ巨人で、はい、豊さんがいいなと思う選手、はい、まずはね、やっぱルーキーで言えば赤星、はい、お、ピッチャー。いや、このピッチャーはね、使い勝手が俺はいいと思うんだよ。使い勝手がいいと思う。あ、便利。うん、だからアナウンサーで言えば、はい、バラエティ、ニュース、報道、これ全部いけるっていう。いや、それはものすごい能力を持ってる選手。いや、俺は能力が高いと思うんだよ。だからこう、全体的にレベルアップは必要だけども、はい、どの球種もね、うん、だけど、俺はすごく重宝されるピッチャーになると思う。その魅力は何なんですか。やっぱセンスだよ。センスを感じるんだよ、はい、プレートさばきの。ただ球威が本当にあるかっていうと、まだそこまで上がってきてないから、はい、もうちょっと出るんだろうけども、はい、球威が上がってた時の赤星も見てみたいなというね、うん、まあ、すごく魅力を感じる。あとなんか桑田コーチがそのカーブなんかをこう教えて、早速そのカーブをこう使ってたみたいなのもちょこっと出てた。いや、もうね、センスがあるからね、はい、すぐ覚えると思う。まあ、そのぐらいのセンスを持ってると思う。原監督や桑田コーチはまずどこで使ってみるんですか。いやだからどこでも当てはめれると思うよ。例えばこう消去法で、あ、先発が埋まっちゃったと、うん、あ、中で一人いる、あ、赤星中に入れれるだろうとか、はい、うんうん、先発一人ちょっと足りないんですよ、赤星いけるだろうとか、はい、ものすごくね、本当センスがあるから、はい、いいと思う。お、じゃあ一軍にも残れる可能性は強いですね。強いですね、はい、さ、そして堀田な。堀田投手、はい、いや、これね、やっぱね、堀田見てるとね、ピンチは作るんだけど、はい、その摘み取り方がさ、三振なんだよ、うん、ここまでは、はい、で、三振の取れるピッチャーはさ、やっぱりいいよ、危険度が少なくなる、うん、そうですね、だから本当に成長していって、ショートイニングの方がいいって言ったら、抑え候補になってくる可能性もある。あの、抑えも向いてるってことなんですね。いやいや、たまに力あるしさ、三振取れるから、うん、そのぐらいのこう、圧倒できるぐらいのボールを、まだこれからも伸びてくると思う。うん、だからすごく魅力を感じる。例えば今巨人の外国人の抑えがちょっと不安定だなと思ったら、堀田投手でもゆくゆくは可能性はあるということ。あるということ。まあ先発でもものすごく可能性があるし、うんうん、もし先発がダメでも後ろが待ってるぜみたいな。いうところまであると。伊藤さん、巨人はピッチャーですね、やっぱり押してるのは。あ、ピッチャーだな。うん、まあ野手はね、そこそこいる。うんうんうん、ね、だからそうだな。まあ、ピッチャーだな。ピッチャー、はい、さあ続いて、はい、ヤクルト行きましょうか。内山、お、キャッチャー2年目の
はい、これはまたバッティングがいいな。で肩もいいぞこれ。どうでしょう、中村捕手いますけど、正捕手は中村すぐ危なくなっちゃうから。あ、そんなにいいんですか。いや、危機感与えられるだけの素材だよ、はい、いや俺ちょっともたもたしてさ、こいつに行かれるなっていうような、はい、せっかく27番つけたんだけどすぐ渡さなきゃいけなくなるんじゃないかっていうぐらいの素質を持って、それはなぜかというとさ、うん、やっぱ星稜の時ショートとかもやってんだよね。そうなんですね。やっぱねフットワークがいいんだよ。だからスローリングも取ってから速いし、はい、肩も強いしさ、うん、バッティング腰座ってるし、はい、結構言うことがないんだよ、ね、これもしかするとその第二の古田さんの到来みたいな感じ。いや可能性ある。でもワールド的には、はい、彼のワールドを作っていけるだけのなんか雰囲気もあるんだよ。おー、ちょっと楽しみ、ね、いや楽しみでしかないよ。なんかね、本当うかうかしてられないっていう中村さん。いや中村も本当ね、四角い顔してる場合じゃないよ。どんな顔する。いやいや、もうちょっと細くする。細く、シュッとした方が本当に。おーね、はい、はい、さあ続いて阪神です。前川、お、ルーキー。いやこうね、一軍でね、こうキャンプとか見てたんだけど、うん、あんまり出てこないんだよ。まあやっぱり、ね、うん、カメラワークがやっぱ佐藤であったり藤浪であったりとか行くからさ、はい、だからその新しい子っていうのはなかなかこう感じるものがなかったんだけど、はい、でもファームのちょっと映った時に、うん、この前川っていうのが、まあ、自主トレの時からインタビューとかも聞いてたんだけど、やっぱこう精神的にもしっかりしてるし、うん、なんかこうバッティングはいいよな、やっぱルーキーなんだけれどもという。だから、まあ、ルーキーで2軍だけども、はい、まあ、高校生でね、うん、だけど、まあ、出てくるのが早いと思うし、なんか期待してる、うん、でね、やっぱ森木はね力があるらしいよ、ボールに、うん、聞いたところ。それとね、カーブがめちゃくちゃいいらしい。おお、だからまっすぐの力だけじゃないらしいよ、カーブにも自信があるらしいよ、うんうん、これもなんか見てみたいな、早く早く実戦で見てみたいですよね。なんか、いや見てみたい選手がたくさん出てきてるよな。それすごいですね。やっぱ体がいいもんね、みんな。だから俺らの時はもやしみたいなのみんなそれずっとやろやろしてさ、はい、飯食えよって、飯食うのも仕事のうちだって言われてるけど、うん、今の子って飯食わなくてもいいよな、あの体持ってれば。でももう例えば YouTube とかそういう SNS でトレーニング方法とかどういうサプリとか、まあね、栄養とかっていうのをもう勉強して身につけてプロに入ってくるってことでしょう、ね。まあ、そうだよ、だから変なこと言ったら笑われるよ、勉強してこいよみたいな。逆にコーチがね、逆にコーチがアップデートしてないんですかって言われちゃいますよね。さあ中日、はい、岡林、はい、岡林はね、うん、これは去年見てる感じではまだ全然ダメだなとか思ってたんだけど、はい、全然変わった打ち方が。なんかあったんですか。あのね、はい、前まではこう体を振ってたんだよ、はい、バット振らずに、うん、体を振ってバット振ろうとするから、はい、もうバラッバラだったんだよ、うん、だけどこう腕がパーンって振れ出したんだよ、はい、だからもともとミート力が高いバッターだと思ってたんだけど、腕がパーンと走るようになったから、うん、てっかくだよね。これ一番育ったら大きいよ、中日。あの立浪監督もリードオフマンとして頑張ってほしいっていうふうにおっしゃったので、うん、そうだね、はい、で、まあ、達が言ってたのが、うん、まあ、去年あの臨時コーチ行ってた時に、はい、あ、この子はいずれレギュラーとして出てくる素材だなっていうのは感じてたと、うん、だからやっぱ今年変わったりとかしていろいろ教えたんじゃないの。いや、良くなってるわ。でもその教え方ですぐに適応してパンってなるっていうのは、ああ、これまたすごいですね。やっぱそれだけ。まあまあ納得してできたんだろうね、うんうん、だからこの選手には俺ちょっと期待するよ、うん、中日の岡林選手、はい、さあそして広島、黒原、黒原投手、これまた投げっぷりいいな、やりですけれども、はい。でこのピッチャーも巨人の赤星と似てて、はい、先発でもいけるし中でもいけるんだよ。コントロールにそんなに心配ないんだよ。で多彩だし、はい、だからすごく重宝すると。もう完成度高くして入ってきてるっていうことなんですか。完成度というかやっぱセンスなんだろうな。だからこのピッチャーも楽しみだよ、うん、俺は、はい、だから3年連続広島がピッチャーで新人を取るかどうか、はい、あ、まさに、まあ、そのぐらいの素材だと思う。楽しみですね。楽しみ、楽しみ、はいはい、そして、はい、聖金選手です。聖金な、はい、お前ジャン戦のお前ホームランインサイドのお前ホームラン打ったら見た。いやすごいですね、あんなのお前飛ばないよ、逆風だよお前。パワーが、パワー半端ないし、あそこをフルスイングして、はい、普通だったらファールになるんだけど、フェアゾーンに入れたっていうことは、はい、ある程度打ち方知ってるっていうことだよね。あ、じゃあ鈴木誠也選手の、いやそうなんだ、
速さ、守備打者取ったりとかさ、はい、してる選手と比べなさんなって。いや外野だからそう考えてしまう。そんな簡単な世界じゃないよ。ね、そう気持ちはわかるよ、はい、ね、少しでも代わりでもなってくれればって、そうそうそう、あでも そういう願いはね、うん、持っててもいいよね。そのタイプ的には例えば、まあ、セドかでもどっちでもどういうバッターなんですか、タイプ的に選手を挙げるとすると。岡本みたいな柔軟性はないかな。そこ岡本は柔軟性高いからね、うん、まあ言えば2割5分でいい、うん、その試合4打数1安打、それが1本のホームランであり1本のタイムリーヒットであれば合格っていう、あ、そういうタイプ、そういうタイプだ。ランナーに出てなくてただの1本、はい、それはもう前の3人が悪いっていう、うん、ことなんです、ね、ことでいい、そのぐらいの感覚でいいと。プラスこれ将来のカープのもちろんクリーンアップというか、あもちろんだ よ、ね、こんなに1番打ったらお前渋滞しちゃうよそうですよね後ろがつないでくるなみたいになっちゃう、ね、いやだけど魅力があるな。いやそうなんです。なのでスポーツニュースでも結構末金選手、ね、僕もホームランを打ったこともあって取り上げられてました、まあ、そう、それ言えば中日で言い忘れたのが鵜飼、はい、そうですよ、鵜飼選手いますよ。あいいよお前まあ石川もいいけど、はい、いいよ、いいですよね。ただブライト健太選手がねちょっと落ちてしまった、ね、まあちょっと怪我とかね、はい、まああるけど深井選手はいい、うん、そうだね、はいはい、さあそして最後 DeNA です。梶原選手189センチ、はい、またでかいの取ってみたいな企業なんだあ、なんでも柔らかいんだよ、うん、それとなんていうのこう沈み込めるっていうかさ、大きいけど、はい、柔軟性を持ってる、うんうん、これまたね首位打者候補になる。いや今年じゃないぞ、あのもちろん将来ってことですよね。今年出れるかどうかわからんよ、はい、いやだけど魅力をすごく感じ、いい選手とるなと思った。そうですよね、まあ、今の中でね割って入るってなると、まあ、そうそうたるメンバーがいるの で、 あれです、ね、ただ佐野が故障してるし、あそうですね、でね結構佐野クラスになるような感じがするんだよ俺は。そうそ、でも佐野よりは確実に守備はうまいいやいや本当に、ね、足は速いし柔軟性あるし、だって一歩スタートしてお前でかいから3歩目でスライディングしたらセカンドに届いちゃう。それちょっと大きすぎるね。そうですね、はい、さあそしてもう一人です。入江投手。入江良くなってんなお前、どこ行ってたんだもん去年みたいな、まあ、2年目で、まあ、一昨年のドラ1になるんですよね、はい、いやいや球の力あるわ、うん、誰タイプですか。誰タイプ、はい、いや上茶谷とよく似てるんだよ投げ方は、はい、でもそれよりちょっと力あるな。やっぱそれよりプラスアルファ力が知ってるかお前、西武の今井の控えだったって。えそうなんですか。ファーストで出てたんだよ優勝した時に。えそれがお前プロ入ってお前ドラ1同士で入ってんだから、まあ、彼は高校から、はい、家は大学から、大学からすごくない。そんな高校あるんだね。あるよな。いやありますね、石川の星稜とかもそうですしね、まあ、そうだないっぱいあるんだ、結構いっぱいあるけどこんないいピッチャーはやっぱいるんだなと思ってさ。そうですね、ただ本当去年ね活躍してなくて今年豊さんの目に留まったっていうのは、まあ、なんかなんかしら、いやまあちょっとそういう言い方したらなんか俺が偉そうじゃない、うん、目に留まったっていいんですよ、豊さんの YouTube なんで。いや俺がびっくりしたという、びっくりした止まったんだよね、びっくりした。なんかすごいあれですよ、ね、びっくりさせられた。資格回復を取ってからとても謙虚なんですけど、謙虚ものすごい謙虚。そうですよね、そうそうそう、はい、で今日はじゃセリーグの、はい、まあ、ちょっとねキャンプを見ていいなと思った、まあ、若手選手を見てきました。いや今年ね今挙げた選手たちは、はい、必ず一軍で見れる選手で、うん、まあ、ずっといる選手ももちろんいると思うよ、はい、もちろんいると思うけどなんか活躍してくれそうな選手たちをピックアップしてました、はい、はい。